こちらの番組はウェザーニュースから公式に非公式でやってくれと言われているポッドキャストでございます。本日のキャッチはですね、もうもはやね、井上直也さんからいただきました。<laughs> え,え <laughs> 井上直也さんのツイートです。あーあー、びっくりした。 これ伝わらないんですけど「声をかけずにこういうの嬉しいよね」っていう、うんえー、ツイートをされておりまして<う>、はい、ちょっとこれ後で詳しく掘っていきたいと思います。<laughs> <laughs> ということで、えー、本日も、えー、陰でボクシングを支えている、えー、MC ことバしと横にいるのは、えー、シュッシュッと言って何にもボクシングを知らないもしくは、えー、名を汚す 総合プロデューサー村尾です。よろしくお願いします。いやいやファンです。大ファンですよ。<laughs> よろしくお願いします。ね、冒涜です。<laughs> はい、週行ったら冒涜です。週あ <laughs> そうですか、はい。もう週行っちゃいけませんからね。分かりました。はい。二度と出週。言わないようにします。はい。あのー、これねなんだろうな、はい、まああのー、リスナー。 リスナーセブンがねこれ7人しか本当に聞いてない番組ですけどこちらのポッドキャストはちょっと井上尚弥選手のツイートをこれはもう NG で触れなきゃいけないんじゃないですかというトスを投げてきましてそうういことですか華麗にスルーしようかなとは思ったんですけどただねこれちょっと井上尚弥選手の声もかけずに こういうの嬉しいよね。点々っていう、うん。もうこれだけなんですよ。うもう。 そのテキスト情報はただそこに添付写真が添付されてましてそのレシートというかまあ何て言うんですかこれ会計の時に出すで終わったらもらえるレシートみたいなやつですよ。ままあそれをレシートっってて言いすね普通伝票のかで「フィッシュチップス1780円」って書いてあってそこにチェック入れながら「サンキュー応援してます」っていうちょっと可愛らしい女子ですよねこの文字 女子,はあー女子っぽいこれ,っこれ絶対女子だよねスマイル入れてる。はい この時代は女子っぽいよね女子ですね。ねなんとなく女子だよねこれ。だから上トレスさんなのかレジ係なのか分かりませんが、はいはい、こういうのをまあ井上選手に渡したわけですよ。<ー>はい、で声をかけずに「こういうの嬉しいよね」なんで、はいあの「ファンなんですわわわ」ワー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 だとね一流選手ですから「ありがとうございます」っていや多分言うと思いますけどでもそういうのなくこう、うん、さらっとね、うん えー、この、まあ多分女性だと思いますけどこの人はですね、もう本当にやり手ですね。<laughs> はっきり言ってやり手です。ややりやりまるまるるですか、えー <laughs> いや分かってるとかもしくはもう本当にちょっと陰ながらって感じどっちか分かりませんけどねいや素晴らしい気遣いが素晴らしい気遣いが素晴らしいいやいいですねこんなのもらったことないですからね普通の人間はこんなの僕でもねスタバのこうあれたまに書かれるじゃないですかカップに特に あのー、スリーブ,スリーブ僕の大好きなあったかい、うん、熱いのをこう持つためにさ、うん、ちょっとあの持ちにくいからサクッとこうはめるねあれにちょっと書く っていうのが結構あるんですよそこに僕サンキューってまさにこのこんな感じでしかもニコちゃんマークみたいのも書かれてで渡されたっていうのはありましたただ唯一違うのはそれはあの手書き風のプリントなんですねそういうのあるんだあるのなんでそれ僕最初もらった時にあれまた 可愛い子ちゃんを目で殺しちゃったかなっていうふうに思ったんですけどね。でも、ちょっと冷静にこう戻ってオフィスで。うんうん、で、ちょっとこう唾つけて、うん、キ,ュッキ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 ュッってこう手でこすったら。<laughs> はい ええ、あのー、そのまま段ボールごとこすれましてインクじゃなかったっていう <laughs> プリントだったんだっていうのはあったんですけどえー、そうなんだ、うん、まあでもだからこういうこれはもらわないですよ普通凡人はもらえませんよこんなの普通、ね、こんなの応援してますだからね応援してますですからはい、はい、でじゃあ応援してます以外だって もらわないでしょ動画の絵でも書かれることないでしょラブレターみたいなラ,ラブレターってわけじゃないですけどお礼書かれることないでしょ<ー>なんかありますおかしい席を譲った女の子から、うん、ありがとうっていう手紙をもらったことがあります、うん、電車でえ <laughs> え？え電車の中で電車で、えー、じゃあシチュエーションがわかんないですよだって 電車で席譲って席譲ったってことはそこからちょっとまた離れてるのかその前に立ってるのか知りませんけどその後手紙だって書けないでしょその時間じゃ。え思うでしょ。えっと結構早めに僕がこう電車座っててで親子が乗ってきたんですよお母さんとお母さんの娘さんお嬢さんがはいあっと思って乗ってきた瞬間にすぐ席を譲ったんですよ。 はい、こちらへ。はい,みたいなち。ちなみに、それいつぐらいの話を言ってんのもう結構おっさんになってから、それとも。若い頃、えー、多分ですけど、五六、うん、年前だと思います。ああ、じゃ、もうめちゃめちゃにもう、おっさんじゃなくて、お兄ちゃんのほう、おじいちゃん。 結構最近はもうじゃあもうパツキンねパツキンあそうですゲーハーパツキンねいやゲーハーではない今でもゲーハーではないパツキンですパツキンの時ねはい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 それででえっと席を譲ってでその後も結構俺長く乗る予定だったからなんかそこに立つのもなんかわかるわかるんかねね。いやだから大体席譲ったらその場で立たないでちょっと半

てああで降りる直前ぐらいにああその女の子がトコトコトコってやってきて「うん、お,お,お兄さんありがとう」っつってああくれたんですよ。 おじいちゃんでしょおおじじいいちゃんんさって言ったのかおじいさんって聞こえたけど手紙ってごめんなさいちょっと形状が分かんないその何側がついてるのそれともんかメモ帳みたいなのを折ってそうですねどちらかっていうとメモ帳みたいなよう折り紙みたいな感じのやつに書いてで折って折って手紙風になってああなるほどでもそんなよく変化あったねって話だけどね。 も応応援援ししててまますすとかいいだろつもいたらなんだよそれっていう。<laughs> わわけわかんねえよ、そ,んなそう譲ってくれてありがとうって。譲ってくれてありがとうって。いやー、それはでも、多分、モチベーション違うと思うよ。モチベーションが違うおうどういうことですかいや、だから、だって、パツキンゲアハおじさんが、いきなり入った瞬間に、来て、<laughs> 来てっていうか、もう、はい、どうぞってなったわけじゃない。うんうん、もう、その親子として見たら、うん もうフィアしかありません <laughs> なんで今日何,何の恐怖がフィアしかないですよあなるほど譲ったから何かしろみたいないやいやだからもうなんか狙われてんじゃねえかなっていう感覚で、はい、でやっぱりその後ちょっと離れたのは、うんうん、親子からしてみたらもうちょっと離れて監視されている <laughs> ストーキング。ストーキングですね。それはストーキングですね。ええ、もう完全にそうなって、はい、お母さんと娘さんも、はい、とにかく、うん、もうお金かなんかで解決するしかないと。<laughs> あれお金にありがとうとか言ってたのかな。あでもうお金、ママ、いくらあるって言ったら、いや、そんなにない。小銭しかない。と。<laughs> ままああそれはまずいよとそんなねコイン握りしめてもダメだよとあんたないのって言ったらまあもっとないともう紙切れしかないと折り紙しかないとっていうんだったらもうしょうがないとそれはもうありがとうっていうふうにしてあれですよ本当は裏に助けてくださいい SOS メッセージにしない。 いやもうそれでちょっとあ,あんた渡してきて許してもらいなさいとあ、うんええ、殺されるかもしれないと <laughs> 追わないでくださいとあ<ー>いうのでじゃああのおじさんに言えばいいの何言ってんのとお兄さんって書いた方がいいわよっつって <laughs>、うん、確かにそれはそうですねおじさんで書いたら勝ちにてくるかもしれないね <laughs> いやだからもう恐怖でしかなかったんじゃないの<ー>しかとちょっと遠目でストーキングされてるから、うん、<laughs> 見てないから <laughs> チラッとも見てない。いやいや、だって結構長く乗ってんのに降りねえし、ね、あの金髪親父。はい、だからもうこれ完全来るよと。はい、私たちのとこまでと。<laughs> 家まで来るよと。ああ、なるほど、ね。言うので。私で降りてもらえもう。もうそういうふうに思ったんじゃないかな。どうなったのかな。ありがて、いやでもそれは、まあもしやっぱり、うん ありがたいね。と、それはあんた。やっぱりあれをあの感謝しないといけませんよ。と。じゃあ、お母さん、私手紙書いて渡してくるね。っていう。そんな親子だったらね。もう本当にも地球は救われますよ。本当に本当にそうだと思います。もうそういう子が本当次のねもう首相になってもらいたい<笑><笑>なってもらいたいですね。はい。<laughs> いやまあ、でもそ,だからそんなことあったあ<の>俺ないな僕はだから、うん、井上尚弥選手の気持ちがわかります、はい、ああ羨ましいわあ俺もツイートしたけどなかったなそれいやいやいやツイートそれ,それどうしたのその折り紙じゃ捨てちゃったのどっかにいやもう手元にはないので手元にはないわけでしょ、うん、どっか 捨てちゃったんそなの写真撮っといたらよかったよデジタルで残しといたらそんなこともう一生ないから絶対に一生ないからそんなこともともと人に感謝されることなんてないんだから手紙がもらえるなんてことはないですからあれそうかなあなたみたいな人生あれそうだったかまあないですよそんなのもう家族からでギリギリですから 赤の他人にすれ違い際とか赤の他人これないですよあの同僚とかさまあ会社の中でねなんかもらうことはもしかするとあるかもしれない退職します今まで村さんありがとうございましたこの程度はまあ一応あるかもしれないけどその短期決戦ないよねこれああそうだよねもう本当に出会い頭だ出会い頭ねいやー羨ましいというかすごいですよまあでも井上選手はもう当然ですよねこれは えー、だ僕だって井上選手がもし万が一なんだろうね、うん、いやだからバイトしてねえからな会うこともど,どういうシチュエーションで会うのかなれ。<laughs> ああそうね、うん、でもこれやっぱ声かけずこういうの嬉しいねだからやっぱ声かけたらやっぱりねちょっとちょっとね次の試合に響くかもしれないからね <laughs> ああそうです、ね、僕クラスが声かかけるると <laughs> <laughs> 助言しちゃうからあなほやね 会うこともない、でも会ったら僕も帰っちゃうかもしれないですね、これもこれ、ツイッターでね、すごい広がってんの、8万ライクとかですごい広まってるから、これから井上選手がどっか店とか焼肉食ったり会計するたんびに、みんな声かけずに、これでしょうね、毎日のようにもらってると思いますいやでもこれは嬉しいねこういうのね。 僕もこの伝票元の伝票を持ち歩いて、うん、もし井上選手に会ったら応援してますって渡すかもしれない。伝票をチェックみたいな。持っとくってことね。そう <laughs>、タで持っ,っ,っとくってことね。っといっ <laughs> たらって言ったら伝票を渡されてもね。いやでもこれフィッシュアンドチップス一

会計っていうシステムあるじゃないですか。<laughs> はい、あるあるある,ある,ある。で、食べ物はままた別。食べ物だけは。ああ、あ,あ、はい、そういう場合、行かねえんじゃねえか。ない食べ物だけはテーブルで注文して、伝票 <laughs> が来るっていうシステム。<laughs> あ、あるある、確かに。あるそれだとドリンクつかない。だし、フィッシュアンドチップス、これぐらいのね、金額しますよね。ええ。ああ、そういうとこか。本当?。そういうとこ。<laughs> これちょっと。あれ。 見ていくとなんかあそこでしたねとか来るやついねえかさすがに <laughs> これだけじゃわかんないんじゃないいやもうちょっとヒント欲しいよねもうね<ー>もうちょっとヒント欲しいけどね、えー、いやもうだからもうこれ見てからもう僕も本当ウーバーイーツでもうフィッシュアンドチップスどこだっけなってこう <laughs> 探しました一瞬 <laughs> それはいっぱいあるよ食いたくなっちゃってはいはいはい。えー 本場のフィッシュアンドチップスってこれ食ったことあります？本場って言ってもどこなんだって話もある。フィッシュアンドチップスを食べたことがないです。え、そんなレベルですか？フィッシュアンドチップスってどういうものかがいまいちよく分かってないです。本当ですか？食べんですけどイギリスだと思ってるんですけど、あのフィッシュは魚ですね。白身魚のなんだろうな、まあ唐揚げみたいなもんですよ。唐揚げ？ 白身魚のちょっと揚げた感じのフィッシュちょっとスティック状にちょっとなってるぐらいスティック状、はい、ああなるほどあ全然見たこともないですかヒンして、はい、あ、はい、本当ですかフィッシュチップスそうそんなにでも確かにないですよ、うん、あの日本はあんまないですよ多分。 言葉はよよく聞きますねフィッシュチップスってまあ僕ぐらいなんていうのかなあちょっとこれじゃ画像ねフィッシュチップスで今画像検索してあげますからこういう感じのこういう感じよわかるこういう感じフィッシュチップスちょっとこのこれがフィッシュねちょっとだからこう縦に長いから揚げっぽいねこれがフィッシュよでチップスはポテトチップスじゃないの。チップスがなないいじゃ あだからポテトのこれポテトだからポテトよ。フィッシュアンドポテトじゃん。そうこれ今出てんのフィッシュアンドポテトのあのですよね。でもなんか写真的にはペンタッキーにしか見えない。あ確かにねだからこれチキンじゃないよ。チキンじゃなくてこれがフィッシュこれがフィッシュ。はは。あでチップスはポテトチップスではないですポテトです。紛らわしいですね。 フィッシュポテトだからまあポテトって言っちゃうとさ、はいはい、いっぱいあるからあのだからマッシュドポテトとかねうんいっぱいあるじゃない。 そういうことか。これがいわゆるフィッシュアンドチップスで、で、ちょっとなんかこうアボガドとか、まあちょっとなんかまあマヨネーズとか、なんかその、俺本当知らないですかフィッシュアンドチップス。食べたことないですね。北海道ないですね、多分ねじゃ北海道ない。今はあると思いますけど。いや今もないですね。あるは特化にはあるはフィッシュアンドチップスぐらい。あるよ絶対。鈴木のに三店舗あるわ。いやどこのにある絶対。 の <laughs> で、いやいや、だけど、そういうことですよ。これです。これです。ええ。あ、それを食べてきたんだ。これを食べて、だ、結構だから、油。揚げてますね。だからね。はい。だから、まだ減量してないってことですよ。なるほど。ええー。あれ、あ、まだか。まだ、ね、まだ、まだまだ大丈夫です。まだ全然大丈夫です。はい。 フィッシュアンドジップス、やっぱイギリスが本場だと、やっぱり思ってましたよ。えーえー、なんか、あ、なんか、こう、まあ、でもね、やっぱ、ちょっと、これ、あれな、うん、フィッシュアンドジップスって、やっぱり。<laughs> ケンタッキーにしか見えない、ね。やっぱり <laughs> いや、これ、ね、やっぱ、日本において、フィッシュアンドジップスは。<laughs> はい、やっぱり、ちょっと、意識高い系というか、ちょっと、なんだろうな。格好つけて、フィッシュになってんのかな。うん、それは、チキンじゃなくて、フィッシュのところに、結構、ポイントがあるんですか。 いやだからチキンだったら、はい、チキンじゃないですか単なるフライドチキンじゃないですか、うん、チキンポテトですよねまあだからケンタッキーじゃないですか <laughs> 単なる。ケンタッキーですねケンタッキーフライドチキンでしょはい、はい、カーネル・サンダースって感じでしょ、はい、いだからフィッシャュジープスはだからそっち路線じゃないんだよねうん,うん魚だからうんう ななんかこうタタルタルソースみたいなのが合いそ,うな、ね、そうそうそうタルタルソースいいよ、えー、ちょっとレモンかけて塩でもいいしああなるほど、えー、そういうでまあちょっとやっぱりこれは意外にやっぱりお酒ビールとかだよね一般的にはービール合いそうですねやっぱり確かにまあなのでこの非常にイギリスなんかだと多分ロンドンとかだともう土定番で、うんうんうん 今向こうってなんかパブっていう。うん、パブね。はい。はい。そっちじゃなくて、はい、おっぱいパブじゃなくて。はい、ちゃんとしたパブの方ね。今なんか言わなかった。<laughs> はい、パブ。<え>パ,ブパブですよね。あ、パダ、そっちじゃねっつっても。はい、言ってないか。<laughs> 日本おかしいだろその文化がわけわかんないんだから日本の場合しゃぶしゃぶだってノーパンしゃぶしゃぶになっちゃうしそうですねしゃぶしゃぶって言ったらちょっとなんかインビなイメージになってしまいますよねしゃぶしゃぶおかしいだろそっちの方が今更ノーパンしゃぶしゃぶイメージする人いないよしゃぶしゃぶでですいやだけどうんあのそのビール飲みながらスポーツとかを見ながら フィッシュアンドチップスでっていうのが向こうのそういう文化でしょうああなるほどねパブ行ってたんじゃないですかやっぱりパブですよい井上選手が井上選手パブじゃないとパブに行ってたんパブなちゃんとした高級高級高級をつけてもんか俺らが言うと全部ダメだな全部ダメだなちょっと下品すぎるななんか知んないけどいやだからちょっと気になるよねでも美味しいですよ熱々が美味しいのこのフィッシュチップス。

いっぱい出るよいっぱいほらえん？そんな出てこねえないやいや食べログとかで出るよ全然だって美味しいもん絶対北海道でのフィッシュチップスなんてポテトもうまいしあ確かにじゃがいもあるね絶対うまいよお魚もただねなんか専門店 専門店っぽいのはなくて飲み屋っぽいところだが、ね、一応食べログでは出てくるよ、うん、まあビアガービ,ビールとかでやったりあビールばっかりですよ、うん、映像がまあでもそういうとこだよへえー、パかもうねフィッシュチップスっていうレストランあったけどねへえー、僕結構行ってたけどねあの都内でしたけどちょっと今あるのかなフィッシュチップスあるんだよ品川のちょっとあの辺 <laughs> 今もうなくなったかもしれない。なんかあるような気もしないでもない。もうね名前変わっちまった。あ、そうなの。うんでも旧フィッシュアンドチップスって書いてあるから多分ここが。ああ日本にはやっぱり馴染めないから。ななめかもしんないね。フィッシュポテトにしたじゃないですか。なめかもなんか名前変わってたりしてるかもしれない。フィッシュアンドチップスっていうのがもうあったぐらいですから。ああ、そうなんだ。今でもあんのかなこれわかんないどの情報は怪しいですけど。はい。 そうかあんまりなのか、えー、あ全然その文化は僕にはなかったですねあのあそこ行ってよ今度あのー、TGIF フライデーってあーなんかちょっとあるでしょ、はい、いあそこにもあるよなんか今これでねあの出てきたからあのフィッシュアンドチップスでなんかあの TGIF フライデーの画像出てきたから多分あるんだこれあ、ね、あ,のあいう感じのだからもうザアメリカとかああいう感じのところああそこにもある フーターズって知ってる？今ちょっと日本撤退してるのかな？ちょっとあれですよね露出のそう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 ちょっとだからみたいな女性が出てくるやつそう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 あれも飲み屋だけど絶対フィッシュアンドチップスあるよあそこはだからもうザアメリカザイギリスパブ系はもう絶対あるよそうなんだ定番中の定番だもんだとこれ TGF フライデーは僕あの スペアリブはい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 、はい、スペアリブをもう夢中になっちゃうんで、うん、あのー、t g i f フライ d a は、はい、まあスペアリブの店ですよ <laughs> あそうですよね絶対そうですあれめちゃくちゃ美味しいもん、ね、すいません、はい、あのー、t g i f フライ d a はもうスペアリブの店だと思ってください <laughs> ごめんなさい サイドとしてフィッチチップあるけどね,ああそうねなんかあるけどいろいろ<ー>、うん、なんか多分わかんないけどなんだろうな、うん、タコスとかもあんのかなわかんない<ー>最近行ってないけどでもあそこはスペアリブンの店ですはいおっしゃる通り、ね、おっしゃる中のおっしゃる通りあり2つとか頼んじゃう全然あのなんか柔らかいのと辛いのとかねんかそういうそういうお店ですそういうお店ですから <laughs>

アンナ・ミラーズこの間なくなっちゃったの知ってる最後の店がなくなったって俺なんかでニュースで見たよアンナ・ミラーズといえば僕は品川の駅前品川の駅が最後だったんじゃないかな結構どんどんなくなっちゃっててで最後なくなったってニュースで見ましたへえあれもだから女性がさちょっとこうなんだろうメイド服みたいな感じ可愛いい感じのそうだねメイド的なユニホームでしたよね それがなんか話題で人気になりましたよね。うん、そうそうそう一時期ねあのちょっとバブ、はい、バブルの時かな。いやもう結構ね。バブルの時は言ってましたよね。うん、あえー、っとねそうですねちょっと待って、ね。 赤坂んなかったかな、フーターズ。フーターズ赤坂になんか見たことあるでしょ、うん、ええー、銀座店、名古屋店。いや、まだありそうだね。お<ー>うん、まだある。銀座とかにはありそう。そう。うん、なんとなく、うん、ありますね。ーいやー、でも、今、これから、ふ、僕、フーターズ一回。いや、アメリカ行った時は。全然、もう、なんか、なんだろう。普通にスポーツバーとして。うんうん、特に、あの、ちょっとローカルとか行くと。うんうん あのもう空いてるのがフーターズしかないみたいな <laughs> 飯食いに行こうかって行くともう空いてんのここぐらいしかないみたいなぐらいのところもあるのよ。なんでーフーターズ僕何回か入ったことあるんですよアメリカでは。 日本は一回それでなんかで行ったかなあ。フーターズ日本どんな感じかなって言って、これマーケティングとして行かなきゃいけませんねとか言うので、いった気がする。そうなの。全然でもなんかその難しいよね。難しい。難しい。何が難しいんですか。やっぱりこのアメリカ文化をまんま持ってきて、でも店員は日本人じゃん。 うん、だからちょっと。 とね難しいんだんか僕の僕は行ったことないんでイメージで話しますけどアメリカから来たフーターズっていうのはもうパンクトップでだんだん少しこう胸が大きめの人でちっちゃめのエプロンみたいなのをしてエプロンしてたかな分かんないローラースケートでローラースケートないねないんだローラースケートはないね多分ね ああじゃアメリカでもだからそのなんかこう店員さんがすごいフレンドリーで<お>なんかこうスポーツなんだろうな、うん、こうチアリーディングみたいな感じのこうノリ<ー>、うん「はい」みたいな<う>なんかそういう感じのノリですよ。えー、はい。えー でただあのこうなんていうのかなもう今この、うん、このなんていうのか難しくなってるよね、うん、このなんていうか女性のなんかその衣装とかが特徴的で、うん、でなんかおじさんホイホイみたいな、はい、<laughs> そういうその業種、はい、ギリギリ厳しくなってきてるよね多分。だってコロナもあってさ、はい、おじさん飲まなくなっちゃったりしてね。う 外国人が例えば、うん、やっぱり日本来て、うん、ちょっと寂しいなと、うん、なんかこう日本の食も飽きたなと。うん はっつった時に、フーターズ見たら、あー、懐かしい。<ー>これはちょっと、行こう。だから、それはだって日本人がさ、その、アメリカ行ったり、どっか行ってね、うん、でも、インドでも何でも食い、食いまくって、うん、そろそろ日本食って時に、うん、やっぱり、うどん屋あったら行っちゃうじゃないですか。うん、寿司屋あったら行っちゃうじゃないですか。っていうのと同じで、やっぱり、海外から色々と受け入れてた時に、うん、ああ今日はフーターズかな、みたいな感じはあるんじゃないの、はい、でそれも今ないから。 このコロナでようやくこれからちょっとまたねの規制も解けてくると思うけどだから難しいんじゃない今わかんない言ってないからわかんないもしかしたら銀座むちゃくちゃ盛り上がってるかもしれないおじさん方法的におじさんじゃないのかもしれないもう来てるもしかしたら井上選手フーターズじゃない井上選手フーターズでフィッシュチップで声かけないでありがとうありがとうありそうじゃないいや <laughs> 声かけるでしょフーターズの店員だったらそれが逆に言うとサービスだからーうーんあそうなんだ、うん、話しかけてくれんだバンバン来る感じになると思うよへ<ー>えー、どっちかっていうとうそういうなんかこうフレンドリーさが売りみたいな感じだからもうギャップの店員張りに入った瞬間挨拶されるみたいな。<laughs> されますね。あされるよ。フレンドリーです。それはもうポケモンショップと同じくらいこうもう目あったらピッピッピッてやらなきゃいけないみたいなあったなそんな番組ありましたね。今週あったなそんな番組。ええやだふーたずズま頑張ってもらいたいですけどね。でもムピーはでもさ本当にキャラ的にはねあの好きな。 キャラだと思うよ。ていうか、フーターズが好きじゃなきゃダメ。フルラピーはキャラ的には。なお酒飲めないとか言ってる場合じゃない感じ。ちょっと行くしかないですね。一回行っといた方がいいと思う。銀座タイムうん。わかりました。ぜひそれは。今度リポートします。今度ちょっと撮影とかいいのかね。まあいいんだろうなさすがに。行ったらちょっと撮影してきて。フィッシュアンドチップを頼んで。あなるほどなるほど。そのその伝票でどうなるか書いてくれるかもしれないよ。 フーターズだったら帰ってくれるかもしれないな。えー、いや、わかんないけど。うん、<laughs> そういう、なんかフレンドリーな店ですよ。ああ、そうなんだね。えー、ちょっと興味が出ました。あ、いいね。はい、いや、いこちらの番組はフーターズの制御でお送りしてます。<laughs> フーターズと TGIF ーアイフプライデーので乗っていこお送りしています。外資が今入ってきてる。<laughs> そうですね。うちの番組スポンサー。ガンガン外資が入ってる今。<laughs> <laughs> ねえいやあのー、なんかこういいよねでもこういう,なんかこうザ・アメリカたまに行くといいよあ,<ー>あとアウトバックスとかさあ,ああいうとことか、はい、たまに行くといいですよ毎日は食えないほんとに。 そうですね。たまにこうちょっとオイリーだけど、こうみんなでうわーでけえとか言いながらこう食うっていうね、会社の同僚なんかというこの盛り上がり、こういうところはね。まあそんな感じで何の話だってもなんでここまで行っちゃって、まあ店員さんにそういうの書かれたいなっていう願望のお話でした書かれたいですね。一度でいいからそういうの書かれてね、ニヤッとしてみたいですね。そうですね。もう書かれたら僕確実にツイートしますから。ああなるほど。皆さん。 何かの時抱えたらもう即ツイートしますと、ね、<laughs> いうことで <laughs>、はい 1>, えー、1週間いろいろありましたってことなんですけど、はい、え何、ー、ですかねじゃあフーターズつながりでポケモンかなんかいきますか。<laughs> <laughs> ポケモンとのコラボありましたね。コラボありましたピピピッッってんかいっぱいいろいろなキャスターも言ってたし山口とかもやらされてたしいろいろ盛り上がっておりましたけどもあれは中秋の名月のゲストでポケモンのキャラクターのピッピに登うということでピッピ単体でああいうふうに番組に出ることはないのであそうなんですかそそそそううでですすれれはは もう光栄ですねピッピはあの初期、はい、初代のポケモンなので、うん、初,代初期面ということでそれはもう初期面つながり山岸愛理がお相手させていただきたいです、ねはい、ましたね <laughs> いいいやいやいや、なんか盛り上がってたのはちょっと見てましたけど、はいえー、どうだったんですかあの番組というかう評判なりなんなり。い、あのー、おかげさまで、えー、えと番組自体も、はい、えと普段よりもアクセスがすごあきああかね多くの方に見ていただいたみたいなありがたかぎですけどであのー、今回その「ピ ピと満月を撮影したものをあのソルミッションでも送っていただいたんですはい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 。あの結構ハードル高いんで。たぶんそうだよね。難しいかなと思ってたんですけど、もう想像を超える数。すごい来てたねなんかね。うん。でもそんななんかみんなリポートするんだ。うんうん。ええ。それぐらい来てましたね。そうですね。ああ。すごい中にはあのまあ多くはあのポケモン号。はい。で、あのピッピ。その日はピッピが大量発生だったんです。 そのポケモン GO のゲームの中でもう街を歩けばもうピッピだらけというそういう状況だったと、はい、そ,うそういうところまで今回そのコラボが連動してて、うん、で、まあ、そのポケモン GO で大量発生してるんでそこでゲットして、うん、で今あのなんか写真撮れるんですよねそのポケモンと一緒に。うん、はい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 それで月と撮ってくれるっていうのが一番多かったんですけど,、うんうん、ど中には手作りでピッピの、うん。うん ぬいぐるみを自分で作ってああじゃあもうそれが来ることを想定して、うん、想定してなのかもともと作ってたのかかそう今から作ったのか分かんないです,けど,すごいけどね <laughs> どんだけ早いのそれだけでネットでバズりそうだけど3分でピッピを作るですごそうだけどあそ,うそうですね,すねそれで送ってくれた人とかもいてポケモンの会社の方もすごく喜んでましたね,、はい、ねあの方有名ですよねあの方なんかウェザーニュースファンというか使っていただいてたみたいな、はい、あの増田さんっていう方なんですけど増田さんはなんかあのウェザーニュースが大好き っていう風に言ってもらって、ウェザー,ーニュース大好きって言ってましたよ、ね。はい、あれいくらぐらい払ったらそういうこと言ってくれるんですか？<laughs> なんかなんかあれですか？裏でなんかなんかやってんですか？はい、プロデューサーが、やってないんですけど。最近ダメですよそういうのなんか。<laughs> 捕まりますよ。なんかいろいろありますよ。そうですね。そうですよね。いやいやだからびっくりしちゃって、なんか大好きって言ってたから、えなんかそういうそんなことねありがたいなって思ってたんです。い本当そうですよ。あの増田さんはもうあのポケモンを作った人なんだよそうですよね。本物のプロデューサー本物のプロデューサーですからね。一番最初にも作ってたゲームフリークっていう会社なんですけどね。そこで作られてた方で、で多分今年 4月ぐらいに、はい、あの株式会社ポケモンの役員になられる。そうなんですか。最近なんですね。はい、最近です、ね。あ,あ、そうなんですね。はい、もうずっとなのかと思ってさ。ああ、なるほど。それであのー、なんかそのよくツイートで、はい、あのー、ウェザーニュースのアプリの。 なんかその投稿してくれてたりとか、ああ、そうね、なんか晴れだとかなんとかとかね、もういやいやいや、そういう人もそうですよ、もう使っていただいてるってことですからね。ね、ありがたいですよ。で、その一回あの打ち合わせの時にいらっしゃって、で、わあいつも見てます。感じにえっ。あ、ウェザーニュースを見てます。ウェザーニュース見てますって言って。いいですね。はい。それであのまあ一気投合しました。で、ここまで来ちゃう。はい、ここまで来ちゃう。い すごいで何最終的には山口がピッピしてたっていう <laughs> そういうオチの番組ですか,なん,かなんかそれも僕の方になんかこうね結構切り抜きとかもされてるみたいで,そうです、ね、もう山口が何かやったら全部切り抜かれますからねもう今は。<laughs> <laughs> そうでしたね箸を落としただけでも切り抜かれるぐらいの感じですか、ねあのー、予報センターのね、えー、開発の面々は「はい、あのいやさすがに指は振らない」って言ってたんですよあまあまあ、ね、なるほどねそれはさすがに振りませんよ、えー、いや振りませんよと。はあ、って言ったらもう、うん、当日になったらみんな振りまくってましたからね <laughs> 今夜やりますすみたいななあれんですかねもうなんていうかこう長いものに巻かれるっていうか <laughs> もうちょっとテンション感的にちょっとね、はい、満月でおかしくなってたのか分かりませんけどあね,ねプライドもない <laughs> へったくれもないよみたいな。<laughs> 山内さんはなんか二番組ぐらいでやってましたね。ああ、そうですか。すごいですね。森田さんまでやってましたから。あ、本当ですか。はい。これはもうちょっとあれですね。ウェザーニュースもうもうもうブランドそのものをポケモンと融合した方がいい。ポケモンになった方がいいです。ああ。山内あのいや、そのポケモンさん世界のポケモンですから、あのウェザーニュースよりすごいですよ。当然。 <laughs> えーまあ、でもまあ盛り上がって良かったですね,ですね,でね天気もねなんかそんなあの悪すぎないってことでね結構やっぱり見れた人も多かったっていうことで,そうですね、はいえー、いやだからはこういうなんかコラボっていうのもあるんだなってことでなんか何でも来いって感じですねもう上田さん今ねそうですねんか本んにあれだってこの間あれですよねももクロさんとかもちょっと出ていただいてそうですね,ねはいななんんかかそんなのとか、はい ねまあ、ピッピとかなんかすごいいろいろと何にでもつながるということでよかったですね森谷。あとですね先週 iPhone の新しい話してましたけどこの話一切するのを忘れてたってやつなんですけど新しい iPhone に。うん 早速ですね、うん、ウェザーニュースさんの、うんあのー、アプリもですね、はい、対応したということで、<ー>あのロック画面。はい、ここに、あのー、いきなりこう天気のアイコンとかが出るっていうのを、んうんうん、これももうリリースと、リリースする、もうなんならもう前ぐらいに作ってたっていうぐらいのやつで、もう早速なんかいろいろ置けるということで、私ももう置いてますけどね、ロック画面。気温とかわかるんですよ。ははいはい、はい で間違って iPhone のデフォルトの「うちのデータソースじゃないの」とか入れちゃって最初間違えて。<laughs> うん ちのがが細かいんですけど、データ小数点1桁まであるから。とかねいろいろ天気アイコンとかも載せれるんですけどこれが意外に便利ね時間見るだけの時に時間見るだけのために開けることあるじゃんパチって押すと半分ぐらいはそれねそれの時にも気温とか天気も見れちゃうちなみにね新しい iPhone ねこれ押さなくてもいいっていう。 省エネモードで薄くこの状態で見えるっていうのができんでよんとないそうそうなの、うん、なんかそれ結構みんな使うっつってで真っ黒にならない真っ黒にならないのなんか,なん,か,なん,かなんつったっけなんとかもできるらしいえー、あそうなんだでも本当になんか時計を見るかのようにこう押さなくていいそれは助かるね,ねそういうのもまあでもあの光が弱いから、うんうん、もう村 P の目ではもう見れないかもしれない <laughs> 光マックスにしないと見えないからもう届かないから <laughs> い<ー>星星みたいにこう,う、ね、届かないからい<や> <laughs> 光がないともう3等星ぐらいが見えない <laughs> あれ1等星じゃないと見れない <laughs> 一等星じゃないとはいそうなんね いやだけどねあのそれをあのリリースしましたということでいいですねウェザラ早くてね早いですねでなんか早速なんかねあのなんか番組とかでも紹介したりしてなんかあの現場で遊んでいただいてるようでございます何でございます村ムーのさ待ち受けってなんなの待ち受け設定してないですかえじゃあデフォルトのまんまデフォルトですそのなんかそのちょっとフォアっとしたアイこれですあアップ フル感満載のやつねああもうそういうのをもうどっかで諦めたの設定設定とかをすることを諦めたもしくはもう設定の仕方かわからない <laughs> どういうどういうあれですかあ校舎は近いかもしれない。ところにいますけど <laughs> あす僕はそのそのままを結構楽しむ趣向というかカスタマイズより。 デフォルト感が好きなタイプですで、うん。まあスッキリってあのデフォルトは、はい、まあアップルさんデザインしてますんでね。うんえー、相当なデザイナーが。うんうん まさにアップルに合う万人受けするものということでかなり考えて考えて考えた上であれになってますからあれ自身は相当なクオリティではありますけどねすでにだからパソコンのデスクトップとかも結構んかデフォルトがいいないな結局ね見やすいしみたいなああ僕まあまあ変えてパソコンこれ今マックもモハ とかなって「Impossible is n ズナッシングって書いてありますけど「モハメドアリ」って書いてますけどパンチしてますけど僕にいつもこれを毎日見てですよ今日も頑張ろうというふうにね何発そのパンチ受けてるかって話ですからニューヨークなんですけど背景ねまあでもこういう感じですけど私は何割ぐらいが本当に。 何も変えずにやるんですかね、うん、こういう待ち受けとかスクリーンセーブスクリーンセーブあれかでもその壁紙壁紙デフォルトのままっていうのは社内ではあんまり見ないまあ僕もほんと見たことないあんまり見ないほんとに見たことない、はい、だから1割いないぐらいじゃないさすがもっと少ないかなあみんな結構変えるんでディレクター陣聞いてみますか、はい、どんな変えるディレクター陣完全に寝てます <laughs> <え>本当ですか起 <laughs> <laughs> きましたきききました今置きました今置きましたたてすごいパッチリ二重みたいな感じになって<い> <laughs> っっててなましたね。いつも寝てるかゲームしてるかなんですからそうなんですよミキシングなんてしてないんですから本当にびっくりしましたもう腕組んで寝てましたよ。 <laughs> 本当にまあまあまあちょっとね,ねいろいろ台風とか来て大変なんですよ、ね、<laughs> だから多分ここで休憩してるんじゃないですか休憩時間ちゃんと取ってるから <laughs> うちはえ本当に、ね、そうでしね、はいはいはい、もう全然やってない <laughs> どうなのどにあの待ち受け変えてるデス,デスクトップって何何にしてんの,あのろうあ結構普通のシンプルなやつだわ あ、あでもやっぱ変えてる。写真だけど変えてるね。変えてる。変パソコンは。子供とかの写真じゃないけど、空の写真だけど。はいはいはい。パソコンは、あれだな。なんか、一色っぽいわ。一色。でも、あんなダサくないから、iPhone、いや、あんなことしないよね。デスクトップ。さらに自分で、なんか、ダサくシンプルにしてるね、あれ。間違いない Windows みたいな使い方だな。Windows、Windows みたい。Windows みたいだね。なんか、もうあんなダサいのないよね、アップルで。 デフォルトはね,ね,ねもっとちゃんとしてるもんね,ね自ら打さくしたっていう <laughs> そういうまあまあ自分ではかっこいいと思ってたかもしれないけどねいやいや <laughs> そうだからでも変えてる派でしょだから1人に1人じゃないよあれどれくらいだろうほん数パーセントじゃないの本当に俺結構気に。 毎回いいデザインしててくるなって思って開けた瞬間に「おう!」って来るけどあでも俺あの同期しちゃうから、うん、あの全部同期してくれるじゃん。で、はい、ーンっ,って最初に立ち上げて、うん、どうかなって時には1回ぐらいしか見なくて、うん、であともうつって同期させたら、うん、もう、ね、フォルダーから何からこないだのまんまでお揃えしましたみたいになっちゃうから、うん、だから変える機会もあんまないし。なるほどね、うん、っていう感じにな なるから、結局デフォルト見ない。ん本当にデフォルト見んの、本当一瞬で見るかも、なんかアップルストアとかで。こう暇つぶしに、こんな感じかって時にしか見ない。はいはい。うん、村 p そうなんだ。アップルストアです。そのまま。そのままです。アップルストアのまんま, <laughs> ま,まです。そうよ、はい。村 p が、そもそもマック開けてるの見たことないからね。<laughs> 見たことなかったムラピーのカメガミなんか <laughs> <ー>、うん。パソコンを持ってるのも見たことないんじゃないかな。<laughs> まあでもたまにズームとかしてるからそういうあるかな。<laughs> ね。いやでもあそうですか。はい、ロック画面だから全然普通なんね。あ全然カスタマイズしないってこと。そうですね。うん、ぜひあのウェザーのやつを入れてくださいよ。そうですね。あ,まあでも老眼で見れないかもな。はい <laughs> ちっちゃいしな、それ。でかいの買ったりよ、もう。マックスのやついっちゃんでかいやつ。でかいやつ。うん、それでは見れると思う。でかい。なんか持ってると、手が疲れてきちゃうんだよね。うん、それはそうよ、重いもん。重いよね。っていうか、なんか今包帯っていうか、なんかしてんじゃん、その。はい。証鞘炎。腱鞘炎になっちゃって、そのなんか、そのテーピングじゃねえやな、サポーターをね。はい。今、あの手に片方つけてて、で、またなんかシュッシュ言うんじゃねえかなと思って。 振らなかったんだけどちょっとバンテージっぽいよねちょっとバンテージっぽい巻き方してるからさこれあのサポーター包帯あ包帯じゃないですとシップをしてシッねシップはいであのネット型のあの包帯っていうかもうサポーターっぽいやつをそうだねシが剥がれないようにしてるシップが剥がれないようにしてるんだだけどどう何を何が起きたのそれ検証演かただ単なる検証演なんだけどやってると結構みんなに声かけられるいやかけらどうしたんですか村さん 多分何そのキーボード打ちすぎとかさなんかそういうまあデザイナーじゃないからなあれだけどペンタブなのか知らんけど何かあったのそれ何だったのそれああまあまあ仕事のしすぎかな仕事のしすぎでんのそんないやちょっとあの子供と遊んでて手首をくじいてしまっただけなんですけどそっちの仕事かよ 家の仕事ねなんだよもうキーボード関係ねえじゃんいうかあのペンタブってお前左利きじゃねえかよって話だから右にしてるからよく考えたら右関係ねえからよかったそうさ一瞬騙されそうでサウスだから右関係ねえよ左でやるんで右あんま関係ない え、な <laughs> いですない、え、子供とじゃれてて、なんかやっちゃったの。<laughs> まあ、そうですね。あ,あ,あの、思ったより、あの、うん、キック力がついててですね。なに、キーパー?。はい。<laughs> キーパー立ってくれって言われて、もう嫌なんですよキーパー。怖いから。ボール速いし。じゃ昔に比べて育っちゃったからボール速くなってんね今。もう早いであそれは嫌だね確かに危なくなって。すげえやで。いなんだけどでも俺からしたらそんな止められんじゃないって思うじゃない。あのこう勢いついたボールを止めるとき。 こうちょっと後ろにこう衝撃を吸収するみたいな動きができると思ってるじゃんーー自分の頭の中ではただバッて出した手が何にも動かないで、うんね、バーンっつってボール当たって手首を持っていかれたと思ってあれ俺手首ついてるって思った。<laughs> 思ったぐらい衝撃があって、<laughs> そしたらもう, <laughs> うもう手首が動くから、で、はいね、それでシップして、はい、あそう、シップして、いやいや,いやみんながもうどうしたんですかどうしたんですか、みんな言うから、いやちょっとシュッシュやっくださいす、<laughs> <laughs> すいませんちょっと。<laughs> ボクシングが、みたいなことを言ってますけど、ね、<laughs> みんなねそれキーパーパだととは思思ってないと思う <laughs> ないうんか多分、まあ、仕事って思ってる人もし騙されてるの半分ぐらいいるかもしれないなそうですよね下手すると検証縁って言われちゃったら一応最初検証縁って言うことにしてて言うじゃん、はい、でまあ村上もテニスとかはしないから、はい、スポーツ系じゃないって思ってでも僕テニス部でしたえさ、まあもうでも今してないのバレバレだから今し,今してないのバレバレだから、うん、まあでもまあうん まあそれ何だから、もう本当は治ってんのに、あれでしょ同情してもらいたいからつけてるだけでしょ <laughs> 大げさにまた。ま 正直だとしなくても大丈夫動いてんだからさっきから大丈夫だと思いますけどでもまだもう少しもうちょっと注目を浴びようかなと心配をしてほし僕本当そういうのないじゃないですかシップしてんの見たことないシップとかしないじゃないですかだから僕なんかがシップしたらもう多分あのスラックとかにもダイレクトメッセージ気まくりですよバスさんさっき声はかけなかったんですけど大丈夫ですかサンキューっつってまた 級個大もてですよ僕もし万が一やったらそうですよねやったことないからもうみんななんか多分もう心配してくれるんじゃないかな <laughs> やってみようかなそのネット貸してよ <laughs> 俺やってみてちょっと一周してくるわそうですよねええそれで何も反応なかったらもうやめるわ <laughs> <laughs> 俺もここまでか <laughs> まあ一周しても今人いないからねあの。<laughs> あそうですよね。えー、うん。でも僕あのー、無駄に、ええ、あのー、スタジオの近くにいたりしますよ。<laughs> <laughs> 言われたたいどうしんですかってこれはねほんとねやっぱりいい子たちでキャスターはキャスターの皆様方は社員はあんまり言わなくてもまあだって病弱なの知ってるしねまたかみたいなそうんな感じもするし根たけしとか一切言わないですかもうね 全く見てないですからあそこに座ってるディレクターも言ったことないディレクター陣もないでしょうねそれはまたかでしょうねキャスターさんは全員声かけてくれるうですか。大丈夫ですか村さんどうしたんですかどうしたんですかいやーすいませんそんな大したことはないですけどいつも言ってますアピールしすぎよプロデューサーのくせに本当に まあ、うろうろねしてるのが仕事ですからね、はい、それはもうしないでそういうそういう生き物ですからね <laughs>、はい、えー、プロデューサーっていうのはそういうもん <laughs> <laughs> 仕事しないで何となくいるっていうね <laughs> それが仕事ですから。<laughs> そしてそのうちね、あのセクハラとかで捕まっちゃう。今もそれで捕まます。本当捕まんないでくださいね。ね、もう言動とか注意してください。もちろんですよ。いや、大事だと思います。えーということでね、あとなんですかね。あ、もう結構時間来ちゃってんだな。えーあのえーま台風も来てますからね。今ね、まあちょうど今この季節ですよ。もう九月が一番多いですから台風ね。じゃんじゃん発生してます。もうなんかね、もう結構太平洋高うきまあ確かにだからそんなに来て なかったじゃん、来てなかったよね。8月もね。 えなんでまあ今シーズンなんでですけども気をつけてくださいということでございますけどもはいえあとなんだあれあったなそういえばあのー、山岸愛いさんがラジオにラジオ出てらっしゃいましたよラジオ出てましたでなんかあのー、ストーリーがあるというお話を聞いてましたそういえば。 あの実は梅岸しゃりウェザーニュースに入る前にラジオを半年間やってたんですやってましたよねやってましたってよねって僕は聞いたことないですけどやってたんですはいでそれが終わってすぐウェザーニュースに入ってはいオーディション受けてもらってねその時に 実はそのもう15年ぐらい前なのかなでやってたそれちょっとあれだな合わねえな合わない何が合わないですかアリン今22でしょってラジオ5年ぐらい前にじゃ3年ぐらいじゃない3年ぐらいまあいいやいいや結構前だよなその時にやってたのが文化放送さん文化放送さんあの文化放送さんはいでしかも その時に一緒にやってた鷲崎さんっていう、うんはい、パーソナリティの方がいて結構有名な方ですよね、はい、そう有名な方なですけどはい、はい、でその方の番組にゲストで呼んでいただいたんですすごいよねだからね、はい、なんかこうでもだって以前そこでやってた時はもうなんかちょっとアシスタント的なそういう感じ。ええっと、とゲストじゃないよねえっとね、ルーキーキズ っていう番組タイトルで、ルーキーで要は新人さん、新人さん,新人さんが何人かいて、ああそれでその一日回して回すみたいな番組があって、まあコーナーですね。コーナーの中のってことってね、うん、でしかもルーキーという役割ですからね。はいはい ええ、それがもうもう特別ゲストっていうか。今ゲストになって。ゲストで。その前に出たの出てたのが武田鉄矢さんがゲストに出てて。ああそう。その枠に山岸愛理が呼ばれました。うわあ。その前にいたわけではなく先週武田鉄矢さん本物あのモノマネの方じゃないですね。多いですけど本物です。本物の方ね。本物の方です。金杯先生のあの武田。 哲也さんが前回で今週は山岸愛理っていうすごいねそうなんですよ、うん、いやそんな枠に出させていただいたい,いやいやありがたいですねそれもうあのオープニングも一言目ああ山岸愛理さんですって言ったらああああただいま文化放送って言ってました <laughs> <laughs> ただいま言ってましたよ。いやー、そういうところがやっぱりハートが強いよね。<laughs> 本当びっくりしました。<laughs> あの僕サブであのスタッフの人と一緒に聞いてたんですけど、あの,ねうん、あのサブのスタッフもみんな大笑いしてました。うん、<laughs> ただいまって言ってたんで。<laughs> <laughs> いやーいやでもただいまですからそれは最初から。えーえー <laughs> 飛ばしていやそうですねでやっぱ話のオチをつけるのがやっぱうまいなのでゲスト枠は20分ぐらいだったんですけどもう大盛り上がりしてよかったねそれはね直接聞いてる人ももしかするとねこの「リスナー7」にはまさにリスナーですけどねいるかもしれんけどなんかあれでしょその事前にももうなんかもう事前ミーティングぐらいからもうすごかったんでしょ久々感もあり。 前打ち合わせからずーっと「はい始まります」っていう2分ぐらい前まで、うん、もうずーっとその昔の話をやってて <laughs> そっちの方が面白そうだけどねそうそう,そうすげえ盛り上がって、うん、じゃもうそろそろ始まりますみたいな感じで入ってたったなるほどなるほどいやもうそんなテンションだったからこそもう「ただいま」っていうぐらいから、うん、そうですね いやいやまあだからほんとねそういうところにもお呼ばれさせていただくっていうことで村人だからほんと最近なんかもう収録とかなんかそういう、はい、なんかアウェー戦ばっかり戦ってるこの間はタモリクラブでなんとかでっつってねもうホームがあんまないみたいな。<laughs> だから、こう、ちょっと構って欲しくて、手首とかやっちゃうのかもしれない,ですれないね。はい、今日も言ってたでしょ、これ言っちゃいけないのかもしれない、まだ。えっ、ー、と、言って、もう大丈夫ですね。もういいの、なんか今日もまた、はい、なんかずいぶん遠いところ行ってたじゃない。今日は、うん、えっと、永田町で、ちょっと <laughs> 政治に。<laughs> <laughs> 関わる仕事政治じゃないか。政治ではないですね。<laughs> 長田町の場所にたまたま,ま <laughs> 長田町に行って、もう何してんの長田町であのもう捕まんないでよ。今日は、えー、あの茨城県の知事と、うん、茨城県の知事と知事と檜山が、えー、こうあの茨城大使っていうものにあの任命されまして <laughs> 大使 <laughs> いよいよ大使になりました <laughs> ウェザニースキャスター。ウェザニースキャスターじゃなくても、う大使。大使にならしく、ね。<laughs> 茨城ね。はい。うち出身だから。出、はい、身の。おうおうおお、はい。で知事と。一緒に,に知事が今日永田町に来てたんです。そうです,うですもう大使に会うために、あ、大使任命するために、はい。そうです。そうです。<laughs> わざわざ来てくださってて、で一緒にちょっと勘談したり任命式っていうので、任命証みたいなをもらって、それもすごいことだねまた。そうですね。ありたいことに。大使にもなるんだ、ウェザニウスケさん。すごいですね。あのなんか雑談してる時に、あの県知事があの。 ウェザーニュースよく知ってますって言ってくれてああそうケンチ見てるのかな分かんないけど見てるって言ってたけど結構初期の方を見てたみたいな話をしてましたそれそれは何そのフィーチャーンってことそれともそのソライブの話をしてと、時代的にはソライブの時代の話をしてたあっそう。 そんだけ知事ではないんですけど知事ではないかもしれないよね、はいはい、その頃は、はい、その頃県民一県民だったかもしれないからねはい、はい、もう知っっててますっていう話を知,って知事になってチャットで、えー、パチパチパチとかやってたらそれはそれでちょっと問題があるのかもしれないけど <laughs> 問題はねえかです <laughs> 今もう忙しいのね、まあ、いやそうでしょうね見れないと思ううかい大使にもなったり大使になりましたすごいですね、はい、もうね何でももうなんか でもあれでしょそのなんかガチでむちゃくちゃ仕事するわけじゃないんでしょああ違いますなんかそのキャンペーン的なというかなんかその広める広人み広めるそういう役割なら大丈夫ですもうなんかいろいろとあのレギュラー番組とか持たされちゃうとこっちの仕事できなくなっちゃうからねいやそれなかなか難しいよこれねええ、ゲストぐらいならいいけどあのえっとなんかその委任状みたいなやつの中にできる限りで

あ回です、ね、えーもう後で、もうちょっと300回とかなりますよなんか Twitter ではもうなんか300回なら、えー、なんかスペシャル、うん、なんかがあるんじゃないかみたいなことをおっしゃっていただいてる方いますけど <laughs> 多分これまで100回200回も何もなかったんじゃないかなと思うんで,も,でもうディレクターに寝てるんで、はい、何にもないと思いますけど。<laughs> はい、まあね、えー、次は217回とね<お>、えー、そんな感じですまた、はいとますんでまたね1、えー、週間後にお会いしましょう。それ <laughs> では